は？どういうことよ。なんで私が実家を追い出されなきゃいけないのよ。普通ならこの家に嫁いできたあんたが出ていくべきでしょ。騎士はどんどんヒートアップし、あんたは他人、さっさと出ていけと大声で私を罵った。すると部屋でゲームをしていた夫が居間にやってきた。なんだようるさいな。あ、コウタ、ちょっと聞いてよ。みゆきさんが意地悪するのよ。私が里帰り出産をしに帰ってきたのに、部屋がないからって追い返そうとするのよ。騎士がそう言うと夫は私を睨みつけた。だが私もここは譲らない。だって空き部屋がないんだからしょうがないじゃない。騎士はすかさず、だから他人のあんたが出ていけばいいでしょうと発言。すると夫も、そうだな、お前が部屋を姉ちゃんに渡せば万事解決だと言い出した。ちょっと待ってよ。私が出て行ったら誰がお母さんの介護をするの？いい加減にしろな。お前がいなくてもこの家は回るんだよ。他人が偉そうに威張るな。この時、私の中で何かが切れる音がした。わかったわ。じゃあ離婚しましょう。私の名前はみゆき、32歳の会社員。夫のコウタとは合コンで出会い、順調に交際を続けて私たちは3年前に結婚した。私たちには子供はいないが、もともと私は仕事が好きなので毎日それなりに充実した日々を送っている。一方でコウタは仕事はしているがあまり熱心という感じではない。体調が悪いからと会社を休むことも普通にある。だがそれはただの仮病で、家でゲームをする時間が欲しいからだ。しかも会社を休む日というのは決まって前の日から朝方までゲームをしていて、寝不足だから休んでいるのだ。私が起きてくる頃には会社にすでに電話をしていて、入れ替わるように布団に入る。そして私が帰宅するとゲームをしており、お昼に食べたであろう食器はそのままシンクにあるまま。そういうことが何度も続くので、いつ起きていつからゲームをやっていたかなど聞くのもめんどくさいくらい私は呆れてしまっている。結婚する前はこんな人ではなかったのに。結婚後しばらく経つと、夫はゲームにはまり出して狂ったようにお金を使い始めた。そして自分の小遣いからだけじゃ足りないからと私にせびってくるようにもなったのだ。ちょっと借りるだけだからさ、今は手持ちがなくて必ず返すから。そんな風に言われて最初のゲームとか関連機器とかを買わされるのだが、未だにその時のお金は1円も返ってきてない。また好きあらばゲームをしているので、当然ながら私との時間なんて作ってくれない。自分の部屋にこもって出てこないのだ。それでも一度は添い遂げようと決めた相手だ。離婚までは考えたことがなかった。基本的にネガティブなので、あらゆることを悪い方向に考えがちな私。その一方で、まあ何とかなるだろうというと何事も明るくポジティブに考える夫。そんな彼の性格は私にとって心の支えとなっていたのは事実。私が仕事のことで悩んでいる時も話を聞いてくれて、私に優しい言葉をかけてくれていた。そのおかげで私は自信がなかったが、とあるプロジェクトのリーダーを引き受けることができたのだ。その時のプロジェクトは本当にやりがいがあって、私の仕事に大きな影響を与えたので、背中を押してくれた夫には感謝している。なのでたとえ少しだけ嫌だなと思うところがあっても、夫を嫌いになることはなかった。幸い私は結構いい額の給料をもらっている。私より給料が低いとはいえ、夫も一応契約社員として働いているし、二人ともお金には困っていない。ゲームという熱中できることがあることで夫の日々のストレスが解消されるなら、それでいいと思っていた。ある日の晩、私が帰宅しても夫は部屋からなかなか出てこなかった。またゲームに夢中なのかと思っていたが、晩ご飯を作り終えて部屋にいる夫を呼んでも出てこない。何かあったのだろうか。そう思い食卓で待っていると、少し経ってから夫がやってきた。表情が少し暗い。何かあったの？私がそう聞くと、夫は申し訳なさそうな顔をしながら小さな声で言った。会社をクビになった。え？私は驚いて言葉を失った。だが落ち込んでいる夫に何か声をかけてあげなきゃと思い、必死に言葉をひねり出そうとした。そうなんだ。それはびっくりするね。やっぱり不況の影響かな。でも今の時代いろんな仕事があるし、すぐに新しい仕事を見つければ大丈夫だよ。しばらくは私の給料だけでもなんとかなるだろうしさ。そう言って慌ててフォローしたのだが、私はどうやら夫の地雷を踏んだらしい。ちょっと俺より給料が高いからって、そんな上から目線で喋ってくるんじゃねえよ。え？
絶対にお前よりも給料が高い仕事を見つけてやるからな。そう言って夫はスマホを開き求人サイトを見始めた。突然怒りなしたことに驚いたものの、次の職探しに躍起になってくれたならちょうどいい。しかし夫は私が思っていた以上に根性がなかった。いきなり私を呼び出してこんなことを言い出した。家賃が払えないから実家で母さんと一緒に住むことにしたよ。母さんも父さんが亡くなって寂しかっただろうし、親孝行もできて家賃も浮いて一石二鳥だろう。突然の発言に私は目を見開いた。そんな勝手に決めないでよ。家賃は私が払うし考え直してよ。いきなり同居だなんてお母さんにも気を使わせちゃうじゃない。義母とは決して仲が悪いわけではないし、むしろ仲はいい方だ。義母はとても優しい人で、私にも愛想よく接してくれる。だが義母は優しい分、あれこれと気を使いすぎる節がある。親戚の集まりの時などにそれをよく感じていた。だからこそ、同居なんてしたら義母が気疲れしてしまうのではないかと思ったのだ。しかし、夫はそんな私の気持ちなどを構いなしに声を荒げて怒った。うるさいな。お前はどうしてそんなに自分の収入が高いアピールをしたがるんだ。このマンションは俺名義で借りてるんだから、俺が家賃を払えない時点で出ていくんだよ。お前にこれ以上偉そうにされてたまるもんか。私は決して自慢しているつもりも偉そうにしているつもりもない。夫婦だからこそお互いが支え合う姿勢でいたいと思っているだけだ。それなのにどうして夫はそんなことを言ってくるのだろうか。今までも家賃は二人で折半だったから、夫が家賃を払うことに対しそこまでプライドを持っているとは思わなかった。だがこれ以上反対しても夫との関係が悪くなるだけだと思った私は、仕方なく同居の話を飲むことにした。こうして義実家にて義母との同居生活がスタート。義母はとても私たちによくしてくれたが、やはり私が予想していた通りにあれこれと気を使っている様子が見て取れた。私が働いているからと晩ご飯は私が帰るといつも義母が用意していた。私が申し訳ないので帰ってきてから作ると言っても、今までお父さんのために私が毎日一人で作ってたから別に負担じゃないわと言われてしまう。それなら掃除をやろうと思ったが、週末になるとせっかくのお休みなんだからゆっくりしててと言われて、掃除も義母がやってしまうのだ。あまり無理しないでくださいね。私だって仕事しながら家事をやってたんですから。せめて義母が疲れた時に頼りやすいようにしておこうと思って、私はそのように言った。義母はありがとう、大変だと感じた時はみゆきさんに頼むようにするねと言ってくれたが、その後も私に家事を任せる様子は全くなかった。ちなみに義母が全てやってくれることをいいことに、夫は今まで以上に血だらくな生活を送るようになった。いつからか仕事を探すのもやめて、一日中ゲームをする廃人状態に。私がしびれを切らして、家にいるならお母さんの手伝いしてよ、それが嫌なら仕事を探してよと言うも、夫は全く聞く耳を持たない。お前知らないのか、ゲームだって極めると金が稼げるんだぜ。プロになればお前の年収なんてあっという間に超えられるんだからな。そのように言ってゲームばかりする夫、プロゲーマーなんてそう簡単になれるわけがないだろうに。目指すのは勝手だが、年齢などの現実的なことを考えて少しでもいいから働きながら目指すようにしてほしい。だが夫はその後も仕事は探さずに廃人のようにゲームばかりしていた。そんなある日のこと、義母が階段で足を滑らせて寝たきりの状態になってしまった。本人は自分の不注意だと言っていたが、絶対に家事を一人で背負い込んだり、私たちに気を使いすぎて疲れが溜まっていたのだと思う。私はとても申し訳なくなった。どうしてもっと強く言って無理やりにでも義母の負担を減らしてあげなかったのだろうか。だが一方の夫は全く義母のことを心配していなかった。夫がゲーム中に大きな音がして何事だと部屋を出たら、階段から落ちてうずくまっている義母を見つけたらしいのだが、夫にとっては義母の怪我よりもゲームを中断せざるを得なかったことの方が大きかったようだ。せっかくいいところまで行ってたのにと吐き捨てるように言っていた時は、本当にこいつは義母の息子なのかと疑ってしまったほどだ。義母が寝たきりの生活となってしまったことで、介護が必要な状態となってしまった。私は働いているので、週末は私が介護ができるが、平日の日中の介護は夫に頼むしかない。私が必死になって説得したことで、夫はとりあえずは介護をすることを引き受けてくれた。これでひとまず安心だと思ったが甘かった。夫は最初こそはちゃんと介護をしたものの、だんだんと介護をやらなくなった。
義母から聞いた話だと、トイレに行きたいと言っても今いいところだから我慢してなどと言われ、ゲームが終わるまで待たされたり、夫がゲームに夢中になりすぎて義母に食事を与えるのを忘れていたことまであった。私はこのまま夫に義母を任せていられないと思い、とりあえず介護休暇を取ることに。私が家にいると夫は本当に何もしなかった。ひたすら部屋にこもりゲーム三昧、飯の時だけこっちに出てくる完全な引きこもり状態だ。ズーズーしさがある分余計に面倒だ。介護休暇といってもいつまでも取れるものではない。私が仕事に復帰してもまた夫の雑な介護が始まるだけだ。私は会社に無理を言って在宅での仕事ができないか頼んだ。すると運のいいことに会社が理解を示してくれて、在宅で働きながら義母の介護ができることに。それからは私は日中は義母の介護と在宅での仕事をこなし、家事をするという日々を送った。大変だったが、義母が快適に過ごせているのを見てこの選択をしてよかったと思った。それからあっという間に5年の月日が経った。献身な介護のおかげか、それとも義母が申し訳なさから回復力を身につけたのか、1年ほど前から義母は自分で歩けるほどになっていた。これでトイレにも一人で行けるわ。そう言って嬉しそうにしていた義母の姿は今でも頭に焼き付いている。私は驚異的な精神力でここまで回復した義母を尊敬した。だが義母は義母で私にとても感謝して敬意を示してくれた。みゆきさんが献身的に介護をしてくれたからここまで回復したのよ。精神的にもとても支えになったわ。ありがとうね。私は義母にそう言われて思わず泣いてしまった。涙を流す私を義母が優しく抱きしめる。私たちはすでに本当の親子のような関係になっていた。そのように奇跡的な回復を見せた義母だったが、老いには勝てなかったようだ。2年後に病に侵されて再び寝たきりとなってしまった。みゆきさん、ごめんなさい。またあなたに迷惑をかけることになって。いえいえ、気にしないでください。でももし負担になるなら私は施設に入るわよ。いきなり義母がそう言い出したので私はびっくりしてしまった。どうしていきなりそんなことを。すると義母は申し訳なさそうに話し始めた。コウタのことよ。あの子、みゆきさんの優しさに甘えて好き放題やってるじゃない。私がいくら注意しても聞く耳を持たないし、一度あの子には誰のおかげで自分の生活が守られているのか分からせた方がいいと思うの。みゆきさん、いつでも離婚したくなったら私のことなんて気にせずにしていいからね。義母は私のことを心配して施設に入ると言い出したのだ。自分が施設に入れば私は介護の役目もなくなり、夫と離婚しやすくなるからだろう。確かにあれからずっと変わらずにニート状態の夫には正直嫌気がさしていた。義母の気遣いの言葉は嬉しかった。だができれば最後まで私が義母の世話をしたいという思いがあった。ありがとうございます。本当に大変だと思ったらお言葉に甘えさせてもらいますね。私はそれからも在宅で仕事を続けながら義母の介護を続けた。だがそんな時、思いもよらないことが起きた。義姉がいきなり帰省してきたのだ。私は夫に何の連絡もなしに来たので、最初はただ久しぶりに顔を出しに来ただけかと思った。しかし見るからに大きい荷物に私は嫌な予感がした。どうやら義姉は妊娠3ヶ月らしく、旦那さんの両親との関係性が悪いとのことで里帰り出産のために戻ってきたとのこと。私はびっくりしたと同時に呆れてしまった。まず妊娠の報告がなかったこともありえないし、里帰り出産を相談もなしにアポなしでしてくることにも驚いた。義母の介護をしていても義姉からそういう連絡が来ていたという話は聞いていないので、本当に何も言わずに来たのだ。義姉を今に通してお茶を出しながらこの家の現状を伝える。お姉さん、私が言うのもなんですが、この家にはお姉さんが使う部屋がなくて。はあ？どういうことよ。私は義姉に簡潔に話した。現在義母が寝たきりの生活となっていて、介護のために大きい部屋を使用していること、そして残りの部屋は夫の部屋と私の寝室を兼ねた仕事部屋であること、そのため部屋の空きはないのだ。旦那さんのご両親との関係が悪いというのは大変かもしれませんが、そちらを頼ってもらった方が。私がそう言うと義姉は顔を真っ赤にして怒った。なんで私が実家を追い出されなきゃいけないのよ。
普通ならこの家に嫁いできたあんたが出ていくべきでしょ。他人が人の家を占拠しないでよね。騎士は昔から気に入らないことがあると声を荒げるタイプだ。基本的に実家に近寄らない人なのでそこまで接点はないが、昔親戚での集まりや義父の葬儀で顔を合わせた時は何が気に入らないのか私に対して敵意むき出しで接してきた。義士は義母が要介護になっても一度も実家に顔を出しに来なかったし、今回顔を合わせたのもほぼほぼ10年ぶりくらいだ。それなのに相変わらずこの態度。大人になると人の性格は変わらないんだなと悟った。義士はどんどんヒートアップし、あんたは他人、さっさと出ていけと大声で私を罵った。すると部屋でゲームをしていた夫が居間にやってきた。なんだようるさいな。あれ姉ちゃんどうしたの、珍しいね。あ、コウタちょっと聞いたよ。みゆきさんが意地悪するのよ。私が里帰り出産をしに帰ってきたのに部屋がないからって追い返そうとするのよ。騎士がそう言うと夫は私を睨みつけた。おい姉ちゃんになんてことすんだよ。だが私もここは譲らない。だって空き部屋がないんだからしょうがないじゃない。義士はすかさず、だから他人のあんたが出ていけばいいでしょうと発言。すると夫も、そうだな、お前が部屋を姉ちゃんに渡せば万事解決だと言い出した。ちょっと待ってよ。私が出ていったら誰がお母さんの介護をするの、誰がこの家の家事をするの、誰が生活費を稼ぐの。私がそう聞くと夫は嫌そうな顔をした。またそうやって自分が何でもしてやってるアピールかよ。いい加減にしろな。お前がいなくてもこの家は回るんだよ。父さんの遺産もまだあるし、母さんの年金だってあるしな。他人が偉そうに威張るな。この時私の中で何かが切れる音がした。わかったわ、じゃあ離婚しましょう。え？夫は突然の離婚という言葉にびっくりしていた。だってあなた私のことをただの便利屋か何かと思ってるでしょ。私がいなくなってから自分が快適で生活できていたのが誰のおかげか身に染みて分かればいいわ。そんな、いきなり何を言い出すんだよ。何？この家から追い出すからには離婚を覚悟してるってことよね。違うの？まさか家を追い出しながらも結婚生活を変わらず送れるだなんて思ってた？それともゲームばかりしすぎて頭がバカになっちゃったのかしら？私がそのように挑発した発言を言うと夫は顔を真っ赤にして怒った。ああいいさ、離婚してやるよ。さっさと荷物をまとめて出ていけ。私はすぐに荷物をまとめて家を出る前に義母の部屋に行った。お母さんごめんなさい。本当はもっと長く介護をするつもりだったんですが、どうやらお母さんのお言葉に甘えるタイミングが思ったよりも早く来てしまったようです。私がそう言うと義母は優しく微笑み、いいのよ、今まで本当にありがとう、これからは自分のために人生を大事に生きてねと言ってくれた。そして義母と別れの挨拶をし、私は義実家を出て行った。夫との離婚が成立してからも私は義母のことは気にかけていた。義母はあれから施設に入ったらしく、私は頻繁に施設に顔を出して義母に会いに行った。あらみゆきさん、よく来てくれたわね。お母さん調子はどうですか？ここはとても優しい人たちが多いからとても快適に過ごせてるわよ。義母が入った施設はかなり良かったようで、義母もリラックスしていた。私が家を出てから1ヶ月ほどが過ぎた頃、元夫からやたら連絡が来るようになった。私が電話を無視すると元夫はメッセージをたくさん送ってきた。どれも家事をしてほしいとか家に金を入れてほしいというもの。元義士は妊婦だからと何もしてくれないそうだ。そのためゴミや洗濯物はたまるまでひどい状態らしい。金もないから大したものが食べられず、コンビニ弁当やカップ麺ばかりなんだとか。だが私にはもう関係ない。私があの人たちと関係があることは元義母に会いに行っていることくらいだ。だが元夫も元義士も一度も面会には行っていないそうだ。最終的に元義母は施設で安らかに眠りについた。その後元義母の葬儀に行った私だが、元夫と元義士はお互いに罵り合っては元義母の遺産をどちらが多くもらうかなど、親戚や参列した人たちがドン引きする話を大声でしていた。あの義母からどうしてこんな子供たちが育ったのか不思議で仕方ない。義母は人望も厚く、葬儀には大勢の人が押しかけていた。
葬儀の後、私は元義母の弁護士という男性に呼び止められた。一体なぜと思いながら案内された部屋に行くと、そこには元夫と元義士の姿もあった。なんでお前も呼ばれてるんだよ。私だってわからないわよ。それではお母様の遺言の内容を読み上げますね。弁護士が遮るように言った。待ちに待ったと言わんばかりに、元夫と元義士は黙って弁護士の方を見た。その態度に私は改めて幻滅した。私の子供二人には、それぞれ遺留分相当の遺産を相続させ、残りは生前に私に何年もの間尽くしてくれたみゆきさんに相続します。相続開始時点で息子との婚姻関係が解消されても、みゆきさんに相続します。弁護士が読み終えても私は言葉が出てこなかった。まさか元義母がこのような遺言を残していたなんて。当然、元夫も元義士も大激怒。なんでこいつがそんなにもらえるんだよ。そうよ、他人なのに。すると弁護士は、実はお母様からお手紙も預かってますと言って読み始めた。きっと子供たちは顔を真っ赤にして怒っていることでしょう。あなたたちは私のことなんてどうでもよくて、お金にしか興味がなかったものね。私がお父さんと愛情を注いで育てたにもかかわらず、全く介護などをせずに邪険に扱われて本当に悲しかったわ。私の人生は一体何だったのかと思ったほどよ。だけどそんな中で唯一救いだったのは、みゆきさんが懸命に私の介護をしてくれたことよ。あなたたちの方が一緒にいた時間は長いけれど、血がつながった親子だけど、だけど親の死に際に何もしてくれない子供よりも、たった数年でも私を大事にしてくれた人のことを私は大切にするわ。だから遺産はあなたたちが何を言おうと、みゆきさんに一番多く渡るようにします。弁護士が手紙を読み終えると、二人は下を向いたまま黙っていた。こうして私は元義母の遺産をもらうことになった。その後、元義母の親戚の人から聞いたのだが、元夫は生活が立ち行かなくなり、ゲーム機器を売って金を捻出しているらしい。だがそれで得られる金などたかが知れている。何年も無職だった人が今更まともな仕事を見つけられるとは思えない。また元義士についてだが、実は妊娠していたのは不倫相手の子だと発覚し、旦那さんから離婚を突きつけられて慰謝料を支払う羽目になったそうだ。元夫たちの末路に関しては自業自得としか言いようがない。できれば改心してほしいものだが、それは無理だろうな。一方、私は今まで以上に仕事に打ち込み、つい最近昇進した。現在は単身用のマンションに住みながら独り身の生活を謳歌している。元義母からもらった遺産については投資に回して老後資金を貯めるために大切に使わせてもらおうと思う。主さんはよく無職の旦那さんとそんなに長く結婚生活を続けましたね。いくら義母のためとはいえ辛抱強い人だなと思いました。それにしてもどうしてあんな素敵なお母さんから最低な子供たちが育ったんでしょうかね。子育ての難しさがわかるお話でした。主さんが今度こそちゃんとした男性と結婚できることを願っています。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。